ブランシュ・オブ・ランカスターは、イングランドの貴族女性。イングランド王エドワード三世の三男、ジョン・オブ・ゴーンとの最初の日でランカスター朝の、初代国王ヘンリー四世の母。父は、ランカスター公ヘンリー・オブ・グロスモント、母は、ヘンリー・ド・ボーモントの娘イザベラ。詩人調査の、公爵夫人の書において、白の貴婦人と称賛された美女で、1359年に、 ジョンと結婚、七人の子を設けたが、成人したのは一男二女だった。父に息子がいなかったため、姉もヨドともども、ランカスター公領の相続人だったが、1361年に父が死去、翌1362年に姉も子がないまま亡くなると、ブランシュが医療をすべて相続することになり、彼女の権利で、夫がランカスター公領だけでなく、ダービー白領、 リンカーン白寮、レスター白寮を含む広大な土地を手に入れることになった。1368年、ペストで死去。夫は3年後の1371年に、コンスタンス・オブ・カスティルと再婚した。森、P177、P178、ロイル、P62。森、P177、小野、P17、P18、ロイル、P32。 森 P178 ありがとうございます。